いやー、生きてりゃいいことあるもんさ、晴天でそう。はい、始まりました。マネセルチャンネルです。本日も動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、まあ、コンビニさん限定なんですけども、新しいね、味のポテトチップスが出ているということで。ドリームスターですね。ね。いや、ドリームタッグです。これどうですか？意味が分からないですね。なんかカップラーメンのこのくっつけるやつあったじゃないですか。ああ、ありましたね。だからポテチ版カップラーメンあったあった、なんかあったな。それのポテチ版なのでどうなんでしょうね。2つの味が1枚で楽しめる。そうで、一応こっちが西日本で、そっちが東日本。北海道バター醤油と海苔塩パンチ。なんかバター醤油なんで海苔塩はまだ美味しい感じがするんですけど、これ全然醤油とレモンのミックス。まあでもミックス唐揚げとか、まあ、醤油とかでこう漬け込んで揚げて、うん、レモンかけて食べたりする。あ、そうか。だから醤油またギリギリ合うのか。合う、合う。やっぱそうやね、食べ、だって作った人が、だってまずいのはなかなか出さんはずやから、うん、じゃあとりあえず、じゃあどっちからいきます？レモン、あっさり、バター醤油どなたの方からいきますか。あまねするチャンネル、ブナルナってね。見終わりますか。お、もうね、バター醤油と海苔塩の匂いする。完全に。あ、でもどっちかバター醤油の方が強い。強い強い。どうですか。うん。まだどうですか。海苔塩先来て、その海苔塩があるのにバター醤油来る。不思議。で最後にバターがふわーって感じですね。うん、海苔塩感は最初の口入れた瞬間、うん、最初、うん、バーンって海苔塩きますね、うん、もうそっからもうバターずっとバター口の中だから、こう食べる時はさ、海苔塩海苔塩ずっと海苔塩。うん。で、そんなら、バターが、ね、北海道バターが、ってこんな感じ。うん。うん。おいしいかって言ったら、普通。うん。うん。なんか、うん。ね、うんですね。お酒のあてにもあんまりならなさそう。なんかポテチってこのちょっとしょっからいやつは結構ね、うんうん、ビールと美味しい感じがする。これちょっと北海道バターがちょっと甘い、ね、邪魔ですね、うん、邪魔言ったか。どうどう言ってしまった来るから、だからお酒のあてにはね、うんうん、よく合ってないけど、まあおやつ感覚としては、まあね、うん、全然ありなのかな。北海道バターと瀬戸内レモンが良かったんじゃない。バターが出るんだ。あれ幸せバターみたいなやつなかったっけ。あるある、うん、それ好きな人は好きなの、うんうん、なんかのでも海苔塩感半端ないでしょ、うん、一番最初、うん、止まったらバターがそうですね、うん、最初はこう海苔塩がボーン、海苔塩本当に言うけども、ドストレートな海苔塩が、そっからもうずっと今バターってこう広がってくるから、うん、なるほど、まあ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 ですね、うん、買うかって言ったら僕はもう買わないかもしれない、うん、まあ海苔で買うっていうあれかな、そんな感じだよね。ねえ、これが美味しくてこれだけが食べたい、これじゃないとダメっていう感じじゃないですか。自分で買うんじゃなくてみんなでワイワイするのに、うん、こんなんねんでって変わってくるぐらい、うん、はい、行きましょう次。瀬戸内レモン、
醤油いきますか。めっちゃレモン、めっちゃレモンめっちゃレモン、びっくりするぐらい、お、うん、ほぼほぼレモンですわ。匂いはね、匂いはレモンしかしない。うんうんうん、これうまい。あ、僕これ好きかも。醤油とレモンの、うん、うん、うまい、うまいうまい、めっちゃうまい。うんうんうん、ね、最後までずっと美味しいですよね。うん、私あの瀬戸内レモンの、うん、なんかあるある、イカフライじゃない、うん、あるあるみたいな、うん、あれ好きなんですよ。あれめちゃめちゃ美味しいですよね。ちょっと高いですけどね。うん、あうん、うん、だから500円ぐらいするでしょ、うん、一袋、うん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 、最初のこのレモンの香りがいいなともいい感じですね。そっからレモン残しつつ醤油が出てくるんですよね、うん、いい、おいしい。でも醤油もそんな強くないから、うん、全然強くないんだ、うん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 、九州の醤油ってちょっと甘めらしいんです。あ、そうなんや。だからかな、うん、なんか醤油が全然、うん、角がないというかね、うん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 、これはうんうん、これは買おうかもしれない、うん、僕、うん、普通に食べる酸っぱもちょ的な感じも、ね、あるけども、ちゃんとこの九州醤油が効いてるというか、うんうん、これはうん、これはうまい、うん、これちょっとビールと、これは、うん、ビールと食べたい、うん、うんうん、なんか僕収録の日に、うん、歩いてきて、うん、その辺のローソンでビール買ってここ来て歩いて歩いて買ったってもいいんですけど、また帰るまでにもう用意冷めるでしょ、うん、ちょっと多分20分ぐらいで帰れるんですよ。うん、おいしい、うんうんうん、うん、ちょっと止まらないね、うん、こんな味だったら天下統一してしまう。天下統一どうなるのよ。だってこっち見ながらしいんやから天下統一こっちちゃおうこっちちゃおうみたいな。まだ定まってない。まだもうこれ二重かみやね。天下統一飲むながらよ。もういい加減しっかり自分のものにしながら私からパクったんですから、うん、今日は3月6日、これが3月5日に出たやつ、4日に出たやつ、4日、え、4日、絶対月曜日新商品発売なんで、ね、うん、これがもう木曜日には上がってる、うん、動画に一番初めにこれがあってるから、お、今にこれいくんですね、うん、おいしい、うんうん、これちょっとやっぱ止まらんくなる、うん、これギター止まりましたね。うふふふ、こっち行こうと思ったもん。なんか北海道バターがちょっときつすぎたんかな。そうなんです、北海道バターが強すぎるんですよね。だから、うん、まあ、関東の味やから関西のやっぱり味が僕らは合ってるかもしれない、どちらかというと、うん、関西の関西人ですからね、うん、味が好きなんかな、うん、それか、なんか北海道バターじゃなかったらもしかしたら、うん、まあ面白かったんで次のね、またね、いろんな第2弾第3弾多分これ出席そうですね、うん、だってラーメンの時も結構長いことしましたもんね、うん、いろんなパターン試せる、今です。ああ危ない事故ったろと思ったね。手伸びてくるの間違ったね。俺のピーマン絶対かき消されるよ、なんかで絶対なんかでかき消される。なんかな。あー美味しい。
4月の桜見に行くんですか。もちろん一応もうね、はい、このまあ正直この季節柄のもんやっぱりその時期でしかないじゃないですか、うん、やっぱみんなも気になるし、うん、まあ僕も実際気になるし、うんうん、やっぱおかげさまでやっぱりあの梅林伸びてましたね。ちょこちょこ伸びてるんで、やっぱりねこの辺でしかやっぱりないものっていうのはやっぱ大切にしていきたいなと思ってるんで、和歌山をねこう盛り上げて、和歌山のねやっぱりバイクで行くなら僕乗せてください後ろに。あれねすぐ一人で行こうとするから。もううちのチームもう卒業してもう僕は暇なんですよ。だからね和歌山のこう魅力が伝わったらね、はい、来てくれる方も多くなればね、まあ、和歌山活性につながるかなと思うんで、そうですね、いいですよね。まあ、白浜のだからそこのあのてっぺんにある何だっけ、ヘビ草原、ヘビ草原、うん、もう桜夜もしてますもんな、そこ。そうね、そこはちょっと本当に今年は行こうと思って、うん、まだ行ったことないんですよ。うん、うん、ないね、うん、あ、普通に撮影なしで、うん、なんでちょっと撮影にちゃんとしようかなって。昔なんかで昼間だけ、はい、うん、撮影にちょこっとだけ行って、でそれもねもう結構散って後に行ってしまったんですよ、まあ、だからほとんど何もなかったんで、であそこの南のダムのとこは一応撮ってるんで、はい、そこを2、まあ、2個しか撮ってない。実は今回はいろんなちょっと名所できたらいいなとは思ってるんですけど、清川の手前のダムですよね。それそれそれ、ね、これをじゃあなんとかダムと合わせた、うん、あそこも毎年僕行ってます。うん、なんかもったいないじゃないですか。ちょうどダムのところから下こう川になってるじゃないですか、うん、こう両サイドにブワーって咲いてるのをあそこでこう上から見るのも大好きなんですよ、うんうんうん、で下降りて屋台とかしてるからちょっともうフランクルートとか食べ、うんうんうん、でもあの時期寒いんですよね。なんか僕行ったのって多分コロナ禍だったんですよ。だからその屋台とか何もなかったんですよ。上にだからあの鯉のぼりって言うんですか、あれだけはあったんですけど、その屋台ありましたね、鯉のぼり屋台とかあるよって言われて行ったらなかったから、あ、この中やからかと。だからもしかしたら今年はもうそういうのなくなってるから、はいはい、もしかしたらねそれもちょっと伝えれて、だって去年の白浜の花火大会屋台ゼロですよ。あ、そうでしょ。だからやっぱりそういうのでね、また行きましょう。それは復活するんですかね、屋台は。屋台でも復活してもらわんと。だって田辺の、うん、あの弁慶祭りはもう屋台、うん、あ、いっぱいすごかったらしいでしょ。あ、私も、ね、あそこの江川の一番向こうかの、あの端っこの一番大きい橋あるよ、うんうん、あそこの下降りたぐらいから、うん、あそこのずっとまっすぐ行って、あそこのあの絵描いてるテトラポットとかこんな、そう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 、ここら辺までずらーって並んでたらしいんで、まっすぐ行ってこうカーブにこう左になってる、うん、あのギリギリぐらいまで、あーちょっとこれはもう楽しみだね。そうなんですね。誰でも10月とかぐらいでしたね。そうそう、10月ね、できます10月ね、ちょっと先ですけど、うん、まあ今年もね、はい、いろんなイベント行きたいですよね、うん、どこ止まらないピーマン持って帰ってなって、もう入ってないかも、食べたらいいやんか。いや、ちょっと見て、くずしか入ってない。やばくない、マジでマジで。じゃあ後で食べてください。これ取っとくな、もう止まらないでした。はい、はい、ということで、まあね、このドリームタッグのポテトチップス気になったって方はぜひね、あの関西の方が美味しいんです、そう、本当にレモンの醤油絶対美味しい、ね、九州醤油の方が美味しか、僕らはね、僕らの感覚なんで、うん、そうそうそう、もしかしたら、もうこっちのね、はい、いや、私の北海道バターの甘みめちゃめちゃ好きやからって言うと、もしかしたら、まあね、多分10枚食べてないですよ、これ中には絶対いてるはずなんで、そうですね、まあね、まあ、あのまた言ってもらえればね、好みの味があるんで、はい、ぜひぜひ食べて比べてみてはいかがでしょうか、はい、ということで、この動画が良かったと思ったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録はぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。